こんにちは皆さん、今日はですね、台湾に旅行に来た時にぜひ持ってきた方が便利なものを3つ紹介したいなと思います。まあもちろん旅行で来るっていう時に、まあ長期で来る時と短期で来る時で内容は少しずつ変わってくると思うのですが、まあ短期でも長期でも絶対にあった方がいいものを3つ、ご紹介します。まず1つ目は折りたたみ傘ですね。しかも性能の割といい折りたたみ傘を持ってきた方がいいです。台湾の特に台北の天気は変わりやすくて、結構雨が夕方とかに降ることが多いんですよ。でその傘を持っていないとやっぱりずっと濡れてしまうので、風も引きますし、そして結構台湾の安い傘は結構壊れやすいっていうのもあって、僕もこっちに来てもう3回ぐらい買ってるんですけど、だったら日本で買ってきたいいやつを使った方がいいのかなって最近思ってます。2つ目は一番僕が最近思うのは、やっぱ気候が日本とだいぶ違う暖かい気候なので、日焼け止めは日本から持ってきた方がいいと思います。すごい紫外線が強いので、かなりなんていうんですかね、ケアしとかないともう黒くなる日焼けしていくと思います。そしてあと最後の3つ目はですね、お水とかは普通に買ってなんていうんですかね、飲めるんですけど、ミネラルウォーターももちろん売ってるので大丈夫なんですけど、やっぱり食事関係のものを少しは持ってきた方がいいと思います。台湾の食事もちろんいろんなところで言われているように美味しいんですけど、やっぱり3日間ぐらいずっと食べていると日本食がすごい恋しくなると思うので、やっぱりその食べるもの、そう、例えばまあカップのお味噌汁とかそういうのでもいいと思うんですけど、そういうのがあれば全然違うなと思います。であとよく言われるのは、台湾はこれはもうものではないんですけど、コンセントは実際どういう感じなのって言われるんですけど、コンセントは日本のプラグがちゃんと刺さりますので特に心配もないと思います。変圧器も特に今のとこパソコンも携帯も、お湯沸かし器も全部そのまま使ってるので問題ないかなと思います。その他にももし台湾に旅行に来た時にこういうことを知りたいっていうのがあったら、下の方にコメントで教えてください。住んでいると気づかないことも多くて結構みんなに聞かれるので、もしよかったらコメント欄に残してください。そんなところで、それでは。